セカンドチャンネル竹千代2もよろしくお願いいたします。この辺りが SRC と SRAS のシートですね。さあ吉本さん座っちゃう？ C ね、C、とりあえずとりあえず C 座っちゃう。ああ、ここある？うん、あるある。おお、長さがあるってここまで来てるね。あ、本当だ、前この辺じゃん。うん、SR7 に比べたらね、数センチ伸びてるっていう話ですしね、うん、まあでも、はい、C はやっぱここのホールド感はないよね。あ、こっからこっちはしっかりしてるけど、はいはい、まあ、乗り降りはしやすいだろうけど、うん、確かに純正よりはここでホールドされるから、うん、こっちの揺れ幅が少なくて済むかもしれないけど、うん、あ、気になるのが C にした場合やっぱりコーナリング時に足の、うん、多分これはこうなるかもしれない、ね、そうだね。さあ、そして SRC の値段が 今のところこんな形で167,200円となって、シートヒーター付きとアームレスト対応みたいな形になってますね。シートヒーターが付きますと若干高くなるっていう感じなんですが、こっちが SRS 的な感じで、こちらも163,900円と、まあ、ちょっとお高いんですが、グレードが結構高めのやつなのかな、レザー調になってるからね、うん、いい感じ、いい感じ、ホールドしてるしてるしてる。 SR6 とか7と比べてどう？6のがホールド性は高いかもしれない。あ、本当に、うん、でも、うん、7より、うん、とか6よりもここがもう本当ここの手前まで来てるから、はいはいはい、すごい楽。あ、座面の長さもバッチリ、うん、でしかも SR7 と6と比べたらここの厚みっていうんですかね、うん、ここが少し膨らんでるって言って結構盛り上がってますよ。セブンと SRS を比べると、まあ、こんな感じ、違う、ね、デザインがまず違いますよね、うん、とはいえなんか肩幅っていうかこの幅あるじゃないですか、うん、この辺りはそんなに変わりはないように見えるんだけど、なんかここが、うん、腰の懐具合が、うん、あ、違うわ、違う違う、本当になんかしっかりここがはまってるっていうか、はい、腰のあたりが、腰のあたりが、うん、ホールドしててフィットするっていう感じ、うんうん、そうなんだ、あ、違う違う違 違う、もうここで分かるもん、本当に、あ、俺違うもん、ほら全然違う。一言で言ったらどっちがいいですか？こっちこっち絶対こっち、うん、SR6 ですよね、現竹千代モデル。そう、肩周りのホールド性はこっちの方が高い。あ、肩周り、肩周りはね、ちょうど俺のこの肩にはまるの。あ、そうなんですか、うん、はいはいはい、背が低いとなんかこうここにはまっちゃうね、肩が、はいはい、でも肩がちょうどここの出っ張りにはまってるから、ホールド性だけでいったらこっちのが こっから言えばね、ただここがやっぱり、うんうん、浅い感じがする。あ、この厚みってところかな、うん、そうですよね。でやっぱりこの辺の感じは似てんのよ、これとこれ、あ、腰のはまり具合が、はいはい、はこっちがやっぱり全然違う、うん、へえ、ちょっと見てみましょう。竹城さんも座ったら分かる、多分、うん、ちょっと私も後で座るんですが、座面のところ、これが SR6 の、まあ、斜面って言った方がいいかな。で SR7 もだいたい一緒ぐらいなんですが、 SRS の場合はまあ、斜面的にはそんなに変わりはないんだけど、うん、何かが違うってことですね。収まり感が、収まり感が違うっていう感じか、うん、で、このこれなんだろう、ランバーサポートっていうのかな、わかんないですけど、うん、この辺とかも少しね、SRS の方が厚みを減らしてるみたいなんですよね、うん、だから SR7 は結構太いんですが、こんぐらいの差が出てます、数センチですけど、それがなんか変わってくるのかなって勝手ながら思っちゃってますね、うん、あとこの座面の長さも少し変わっているのと、角度か、この厚み、そう、角度が少しね、うん、ついてるっていうのがあって、 でもなんだろう、 SR7 は、あ、ごめんなさい、 SR7、SR6 と比べて SRS は少しね、なんか薄く作られてるみたいなんですよね。ちょうどいい具合に SRS、SR7、SR6 って並んでいて、まず形そのものも、そのものが全然違いますね。全然いい、もう腰がいい、腰がいい、うん、あ、もうこの笑顔で多分分かってくださるかもね、 腰のはまりがもう、へえ、まあいろいろね、こうやって座り比べして本当に何がいいのかっていうのを本当にゆっくり吟味して考えた方が
いいと思います。そうじゃないとね、私みたいに沼にはまりますよこれは精度調の合皮レザーじゃん、うん、はいはいはい。でね、これをこうやった時に、うん、これ滑んない、前に行かないの。あ、前に行かない、うん、ああ止まってくる。あ、それも多分違うんだね。そうなんですよ、私 SR7 も6もやっぱり体のズレってよく言ってたじゃないですか。 それがメッシュ調だからちょっと力入ってくると、うん、違う。コーナーでこうなった時にこうこうなるわけじゃん、うん、これ滑んないんだ。本当ですか、はい、スエド調とメッシュ調でも差が出てるかもしれないってことですよね、うん、よいしょ。おお、あー、やっぱりここの長さがフィットしてていいですね。まずそこが飛び込んでくる。で、ここの上半身のサポートも私結構細身なんですけど、若干でも空間がある。だから座ってみて、SR6 よりもちょっと幅広感があるけど、うん、SR7 よりかは若干キュッてなってる。中間あたりかな、うん、そんな気がする。ただやっぱりここね、ここがないとちょっときつい。あ、でも本当だ、生地がスエード調だから滑んだ、うん、めっちゃ固定してる、止まる。これいいかもしれないね。次、噂の SRS ドドーンと座る。何これ、まず滑んないじゃないですか、うん、下半身のこのズレのなさ、あとここのフィット感がすごい。本当にあれだ、 SR6 と SR7 の中間のすごいいいところをガンと開発したっていう感じがする、うん、すごいいい感じでフィットします。で、肩幅の方も、あ、違和感ないですね。確かに吉本さんが言った通り、 SR6 の場合は肩のここが出っ張っちゃってるから違和感あるけど、これが全く感じないし、かつここのホールド感、これが SR7 よりやっぱりキュッて締まってるので、これいい感じ。あ、腰のはまり具合が違うから、懐かしの SR7。 ああ、やっぱメッシュ調だから少しでも動くとずれますね、こういうふうに。で、やべ、腰、あ、こっち座った後、SRS 座った後、SRS 座ると全然持ってかれるなっていう感じがします。あと、ここの長さが気になるね。全然違うわ。で、毎度おなじみ SR6 のお時間でございます。ついてるじゃん、自分のに、はい、座んなくても。あー、なるほど。 SR6 と SR7、 あ、ごめんなさい、 SRS のなんつったらいいんだろう、この座面の部分、ここは少し幅が似てるような感じがする。ほぼほぼ一緒かなっていう感じがするんですが、圧迫感が違う。 SRS の方が自然に座れる。で、 SR6 に座ると、あ、ちょっと圧迫感があるなっていう感じがする。ホールド性を見ますと、フィット感っていうか、この時のホールド性は SR6 の方がぶっちゃけありますね。何が違うって、ここだわ、ここの厚みがあるからちゃんと当たってくれる。これがすごく運転していてやりやすいなと思うし、やっぱ自然にフィットしてくれてるな、これいいかもしれない。ちょっと最近ね、フルバケにも興味持っていて、これかこれ、そう、あとはあっちにもあるか、でもこっちがなんか硬そうだからさ、こっちがいいかな。これなんだろう、 RSG ASM リミテッドなんていう17万円のやつなんですけど完璧に先と走りますよ。うわー、フィット感半端じゃないけどな。しかもここがめちゃくちゃ柔らかいので、すごくいいなっていう感じはする。 RSG の CL っていうやつで、さらにフィットするやつでこれはドライブというよりかはもうサーキット、うん、サーキット、あの FK8 のさ、天下さんと同じぐらいのやつじゃない。あ、すっごい硬い、うん、オンリーサーキット、うん、
めっちゃ狭い、これこれ多分女性向きだわ。そっちと一緒じゃないの？似てるんですけどフィット感が全然違う。こっちの方が幅狭く作られてるような気がする。これはすげえ高い。うわ、82万9000円、すっげえ。こんなのもあるんですね、 SPX って。ちょっと座ってみようかな、せっかくだから。座るのは、座るのは無料ですからね。ふか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 。うわーと。いやでもね、結局じゃあ私竹千は何を選ぶかって話なんですが、まあ、もちろんメインは SRS、SRC なんですけど RSG かやっぱ SRS かな。え、フルバケじゃないの？カッキーさんとか T さんのフルバケ乗った時に全然快適に乗れるじゃんって思っちゃったんですよ。でフィット感もいいから、うん、どうしようかなって出た。 SRS のこのフィット感、私163センチの身長で細身の体型なんですが、それでも、まあ、シザのね、ここの展示場で座った感覚ですと全然いいわ。でこ、うん、簡単に言ったらやっぱり SR6 と SR7 の中間あたりに位置していて、それをいいところを取って作られたのかなみたいな、そういう感じがする。いや一番いいね、この膝裏がこう当たるのが。滑らない、滑らないのがいいね。いや本当滑らない、これ一番大事なんじゃないかな。吉本さんこれ買って、ん、私に買って。これなんでよ、俺が買ってもらうんだよ、竹千代さんに。私が買うの？逆逆、そうそう、2脚買うの。あー SRS これいいかもしれないな。いやマジでまたハマるだろ。沼る、すげえ沼る。また言われちゃうよ、ブリッジにすればいいじゃん。ストラダ3でしたっけね、 あれと比べると確かにフィット感はブリッドの方がいいなとは感じました。 SRS と SR7、SR6 個人的な見解なんですが、まずですね、座面の膝裏のところのこの厚みが違いますね。太もものこのサポートするところの高さもこのように違いが出ております。こちらが SR7、 そして SRS、 うん、やっぱ 1、2 センチぐらい高くなってますね。 SR6 と SR7、 SR6 と SRS の方が同じような高さになっているんですが、ちょっとねこう斜めってるんですよね。それで少しゆとりを持っているから SR6 と比べますと圧迫感がないのかなっていう感じ。そうですよね、 SR6 やっぱりここで圧迫感感じちゃうからね。これが改善されてるって言ったらおかしいんですが、さすが SR7、SR6 の後継モデルみたいな。めっちゃ沼にはまってきた。うわめっちゃ欲しくなってきた、すごい欲しい。いいな、誰か買ってくんねえかな。見積もり取ってきましたね。取った。いくらぐらいしたのかな。193,600円。193,600円、うん、これ上からいくとレカロの SRS かが15、うん、シートヒーターなしで152,900円。はいはい、レザーのやつですよね、うん、これかがあのレール、あレールか、シートレール、はいはい、のお金が 24,200円、うん、で取り付け工賃が 16,500円、はい、計193,600円。20万以内で収まっちゃったけど、安いモデルもあるっちゃあるじゃないですか、うん、生地のやつが、はい、シート代が119,900円。おお、だいぶ値段は下がりますね。ただ差額が33,000円なんで、うん、お金じゃないっすよね。そうそう、後々ね買ってから、うん、やっぱりこっちにしとけばよかったって思うの嫌だし、うん、はい、これが10万とかね差額があるんだったら、うんうん、考えちゃうけどただやっぱ一番は自分の体に合ったものをもう素直に選んで、お金に糸目がつけないって言ったらおかしいですけど、そういう選び方が一番いいのかな、うん、誰かみたいに沼にはまりたくないから勉強なったもん。だから今回ね私も正直欲しいですよ、欲しいですけど前と比べたらね正直そこまで。だから展示場でフィットするなと思っていざつけたらあれってなるから、そこが一番ね辛いところかもしれない。まあいろいろ吟味して、まあ、ゆっくり今回は考えようかな。考えた方がいいよ正直思う。もうね衝動買いしないパンフレットもらってきたんですが、色もね今回のレザー調のやつが3色かな。 SRS のこのモデルが3色ありまして、
でメッシュタイプのやつが、まあ、彩り緑なのかなっていうイメージですけど、いや4色かな、1234色、うん、ああこっち SRC か、うん、なるほどね。だから SR7 とかの色とそう変わりはなさそうなんですね。唯一これか、うん、このソニーグレーっぽいやつが出たような感じ、うん、今回はとりあえず見てみて見積もりとって、まあ、何かの参考になればいいと思いますね。はい、じゃあありがとうございました。バイバイ。え、バイバイ。あ、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。セカンドチャンネル竹千代2もよろしくお願いいたします。